岩礁で群れる、ンポハタンポ化は、鈴木木鈴木キヤにクに所属する魚類の分類群の一つ。金目もどきつまぐろ波炭穂、琉球タ炭ポなど、沿岸性の低生魚を中心に二族32種が所属する。ハタンポ化は、インド洋、太平洋及び西部大西洋に分布する海水魚のグループで、一部は、寄水域にも進出する。 温暖な海の沿岸で生活する種類が多く、浅瀬の岩礁が主な住処となっている。唐揚げで食べると美味である。破ンポ類は一般に夜行性で、昼間は岩陰などで大きな群れを作りながら休んでいる。雪人は夜間、群れを離れて個別に行われ、動物プランクトンを主に捕食する。夢タンポ。高い太鼓と大きな目、規定の長い尻びれが、 本家魚類の特徴である破綻ポカの魚類は著しく、側平たした、左右に平たい体型を持つ。全長は、最大でも30センチメートル程度と小型だが、腹部はやや突き出しており体孔は高い。目は大きく油まぶたをかき、上あごの後端は、目の中心を越えない。金目もどきなど一部の種類は発酵器を持ち、発酵バクテリアを介した。 強制発酵を行う。背びれは一つで岸部は、体の中心により、前方にあり、4から7本の棘状と7から12本の軟状で構成される。尻びれの竹は低いが規定は長く、2から3棘17から45軟状からなる。側線は尾ひれに達し、側線鱗は40から82枚。側線間は幅広で、短いことが多い。エラ歯は長く、 25から31本。全眼下骨は滑らかで、椎骨は25個。破綻歩賊の一種のみ浮袋を書く。破綻歩賊の浮袋は、脊椎と複合体を形成するほか、細菌の構造にも特徴がある。同様の形態は近縁の青葉大化にも認められ、両グループの密接な関係を示唆する形質と考えられている。破綻歩化には、 ネルソンの体系において、二族十二種が認められている。二族の区別は、種として対抗及び全体的な体の大きさに、基づいている。ペムフォリス・アレンシスに以前は、琉球派担保の和名が当てられていたが、分類学的再検討により本種は、夢派担保及びピーアダスタが、新たに、琉球派担保と同定された。金目もどき。 日本では低地毛などで漁獲され、食用魚として利用されるキビレハタンポ。日本では、イリオモテ島から報告があるハタンポ族の一種。ハタンポ類は昼間、物陰で群れる姿が、しばしば観察される。ありがとうございます。